がり、何かの予言が当たるとき、何かが終わりを告げるとき、誰もが勇気を忘れちゃいけない、優しい心も忘れちゃいけない、獅子の瞳が輝いて、ルサマの主人公である。今ウルトラセブンは東京の南250キロの洋上黒潮島で宇宙からやってきた双子怪獣と戦っている。セブンは単身地球を守る任務を帯びて地球に来ていたのだ。賢いマグマ星人、双子怪獣を使ってセブンを襲ってきた。絶命の時現れたのは、そう、我らがヒーロー、ウルトラマンレオであった。
丈夫ですか？しっかりしてください。私を諸星団と知って助けてくれたのか。あなたはウルトラセブンであり、地球の宇宙パトロ隊マックの隊長であることも知ってます。君は一体誰だ？ウルトラマンレオです。ウルトラマンレオ。僕のふるさとはあのシスラです。一ヶ月前まであのシスラにはもう一つの星がありました。この地球のように美しい自然に恵まれた L77 星です。ところが凶悪なマグマ星人と双子怪獣に L77 星は全滅させられてしまいました。父も母もそして兄弟も。それから僕はふるさとにそっくりの星地球で生きようと決心しました。地球は僕の第二のふるさとです。大鳥玄と名乗って平和に暮らしてきたのに、またマグマ星人たちがやってきた。エン、君は愛する地球を君自身の手で守るんだ。愛する地球を僕自身の手で宇宙パトロール隊に入隊するんだ。だって諸星さん、あなたがいるじゃないですか。私には君が必要だ。しかも君にも私が必要だ。しかしウルトラセブンがいるではありませんか。セブンはもういない。何ですって。見るがいい。ジロ、セブン、諸星さん、大丈夫ですか。やってくれるな。やってくれるな。はい。あそこに沈む夕日が私なら、明日の朝日はウルトラマンレオ、お前だ。やらせてください。何をするんですか。どんな時でも油断は禁物だ。分かったな。はい。かつて二人の宇宙人が地球を守るため心を一つにして戦うことになった。 MAC、 通称 MAC と呼ばれる宇宙パトロール隊の本部はこの巨大な宇宙ステーションの中にある。 MAC は宇宙からの侵略や遠く宇宙へ旅する宇宙船の安全を守るために作られた国際的な組織である。みんな集まれ。はい、はい、はい。新隊員を紹介する。大鳥玄隊員だ。大鳥です。よろしくお願いします。よろしく。それじゃ隊員たちを紹介しよう。黒田です。よろしく。大島です。明石です。白川です。桃井です。よろしくお願いします。よろしく。いやー、おめでとうおめでとう。大村少女も嬉しいぞ。おめでとう。とにかくスポーツクラブからマックの隊員が誕生したとなると、子供たちも大鳥君を目指して今まで以上スポーツにも勉強にも身が入るだろうな。いや、子供たちばかりじゃありませんよ。僕だって大鳥さんの後を追ってマックに入ろうと思ってるくらいです。野村さん困るわ。みんなマック入ってしまったらスポーツクラブの方はどうなんの。そりゃそうだ、桃ちゃんの言う通りだ。みんなマック行っちゃったら困るな。スポーツクラブを辞めちゃうの。うん、カオちゃん心配することないんだよ。マックの仕事ない時はね、
スポーツクラブにいても行くなってるんだ。本当、あ、よかった。また宿題教えてもらえるのね。あれ、大鳥君はカオルちゃんの宿題を見たのか。ここはスポーツクラブなんだよ。大村さん、ご存知なかったんですか。カオルちゃんばかりじゃありませんのよ。本当。おい、大鳥君に宿題を見てもらったことあるなら手を挙げて。はい、あら、はい、あら、あの子はどこの子、こんなゆっくり。ああ、そっとした。旦那、カオちゃん来てたのか。お花持ってきてあげたのよ。綺麗でしょ。わあ、本当に綺麗だ。どうもありがとう。咲いた咲いたチューリップの花が並んだ並んだ、赤白黄色、どの花見ても綺麗だな。Oh.